コールビーズリー、コールビーズリー1989年4月26日隊は、テキサス州ヒューストン出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のバッファロービルズに所属している。ポジションは、ワイドレシーバー。高校時代は、クォーターバックとしてプレーした。大学進学前、ライバルズ .com からは2つ星に、評価された。南メソジスト大学に進学後、ワイドレシーバーに、 コンバートされた。低身長であったものの、彼は活躍し、チームは2009年にはハイボールでネバダ大学に45の10、2010年にはアームドフォースボールで陸軍士官学校に勝利した。大学がボールゲームで勝利したのは、1980年代にデスペナルティを受けて以来初のことであった。二千十二年の NFL ドラフトで指名されなかったものの、 ダラスカウボーイズとドラフト外フリーエージェントで契約した。サンディエゴチャージャーズとのプレシーズンゲーム第2週のサンディエゴチャージャーズ戦では7回のレシーブで104ヤードを獲得した。プレシーズン第3週のセントルイスラムズ戦でも3回のレシーブで40ヤードを獲得した。11月のワシントンレッドスキンズ戦ではマイルズ・オースティンが第1球に負傷したことから、 77回中61回のスナップに出場。それまで12回のレシーブで101ヤード獲得の彼は、13回パスターゲットとなり、7回のレシーブで68ヤードを獲得した。2013年には、第3ダウンの状況で、マークのきついジェイソン・ウィッテン、デズ・ブライアントよりも有効なパスターゲットにもなって、第12週のニューヨークジャイアンツ戦では、 ダンベーリーの決勝 FG につながる貴重なキャッチを上げている。2014年はスロットレシーバーとして37回のレシーブで420ヤード 4TD を上げた。2015年3月4年1360万ドルで契約延長を果たした。2015年はデズ・ブライアンとの怪我もあり。 チーム内で2位となる52レシーブで536ヤード5レシーブタッチダウンを記録した。2016年は75回レシーブで833ヤードを稼ぎ合タッチダウンを上げた。2017年は36回レシーブ314ヤード獲得という成績であった。2018年は65回レシーブ672ヤードという成績であった。 2019年3月13日にバッファロービルズと4年2900万ドルで契約した。主にジョシュアレンのショートからミドルパスのターゲットとして起用される。第6週のマイアミドルフィンズ戦で移籍後初タッチダウンを挙げた。この年は67回レシーブで778ヤード、6タッチダウンを挙げた。2020年は キャリアハイとなる82回レシーブで967ヤードを記録し、オールプロのセカンドチームに選ばれた。チームはプレイオフ第2シードを獲得し、AFC チャンピオンシップゲームにまで進出した。ビーズリーはこのプレイオフ3試合にすべて出場したが、後に、ひこつ折をして出場していたことが分かった。ありがとうございます。